ここ10年の A クラスになった回数、2013から2022、阪神8、巨人8、福岡8、西武6、千葉5、広島5、横浜4、東京4、日ハム4、楽天4、オリグー3、中日2、オリックスヤクルトが思ったより少なかった。強くなったんだ丸。阪神とかいう優勝ができない球団。優勝回数、福岡4回、巨人4回、阪神0回。まあ B クラスに居続けるよりマシだから。驚異の V イツパワー。中日とかいうガチの暗黒。千葉と阪神はなぜ優勝できないのか。呪われてるやん。ヤクルトって4回のうち3回優勝してる ?2018 が2位。残り優勝。なお最下位は5回。阪神とかいうかマセイヌ。阪神ってそんなに勝ってたっけ?毎年最下位のイメージしかない。阪神全部3位なんやろうな。阪神、1位0回、2位5回、3位3回、4位1回、5位0回、6位1回、もどかしいな。ヤクルトの過去10年、1位3回、2位1回、3位0回、4位0回、5位1回、6位5回、優勝か最下位かどちらかの総打つ。こんな極端なんか、阪神はどうしても1位になれないイメージあるわ。巨人の日本一が10年以上離れたか。そういや CS で見た記憶あんまないもんな。10年前にたったすれ、中日10回、福岡9回、西武8回、巨人8回、ハム7回、阪神6回、東京6回、千葉3回、オリ1回、横浜1回、楽天1回、近鉄1回、お、よし12球団いるな。一番上の球団どこへ行ったの?何が原因があるんやろな。